どうもみなさん、こんばんは。世界レベルです。ということで、本日は、この方です。はい。えー、藤井一子さんということで、えー、チェッチェッチ,チェチェックポイントですよね。<laughs> えーっと、毎度お騒がせします2かな。えー、木村和也さんと中山美穂さん主演の毎度お騒がせしますの第2シーズンでデビューということで、えー、っと、その後ですね、えー、っと、 『夏体験物語』、これも2ね、えー、2で、えー、主演を果たされています。ということで、えー、共演は志村かおりさんとかね、あと芹沢直美さん、あのつ妻佳代さんのお姉さんですよ、うわやっぱ夏体験物語2の時だよね。 あの星澤な々美さんもね、あの藤井一子さんも、ぐっとぐっとぐっと人気が、えー、上がっていたのは、えーまあ、この主題歌のチェックポイントということで、チェ,チェ,チェ,チェックポイント、もすっごい頭に残るよねあの、たまに聞きたくなると思うので、チェック。<laughs> えとそれから、んとまあ、その後も映画あのもドラマはいくつか出られてますけれども、映画のシャコタン武ギにも出てるねこれも木村和也さんですね。 の、えー、シャコタンブギ。いや懐かしいね、シャコタンブギとかって、な,な,な,なんとかチアーみたいな、箱 <laughs> スカだっけ箱、うん、スカね、あのー。藤井一子さんの、うん、イメージって、やっぱちょっと、あのー、やんちゃっていうか、そういう,そう,いう、あのー、シャコタンブギみたいな世界ってすごい合ってますよね。うん それでまた「あの毎度お騒がせします」にしても「夏体験物語」にしてもあの何て言うのかなそのあの時代のさあの,この青少年たちのさの心に一石を投じるものがあったよね。ああののなんだっけあの初体験物語に タイトルがなりそうだったっていうような噂を聞いたことあるんだけどまさにそのなんていうのかなあの性に関対する関心が高まっている時にそのうまいことこそこをちょっとこうしてくれる <laughs> ドラマというかね <laughs> いやー面白かったですよねあのまた見たいなあの夏体験物語とかねあの毎度探しますとか再放送やらないんですかね DVD とかなってんのなってんのかな <laughs> 見てみたいね <laughs>。チェックポイントもね、チェックポイントはまあちょっとあのネットで聞けると思うんだけど、夏体験物語とか毎度お探ししましたら、すごい見てみたいなと思いますね。うん、ほんと面白かったよね。シャボタンボギーもそうだけど。あと、他に藤井千子さんって、藤井千子さんってそんなに長く見てた思いがないんだよな。曲もいくつか出されてるんですけど、すごく印象に残ってるのはやっぱチェックポイントだけで。 そこまでで長くなかった気がすするんですよ、ねまあ芹沢直美さんもそうなんですけどね、あのー、やっぱ夏体験物語の時にガーッと来て気づ,気づいたらいなかったっていうまあ寂しい限りではあるんですけどもはいということで、えー、これから夏ですからね夏体験物語みたいなねドラマねまたやってくんないかなと思うんですけれどもね見たいよね。 今の今のアイドルでやったらどうなんだろう無理なのかな <laughs> やっぱそういうなんかちょっと危ない系の感じのやつっていうのはね無理なのかもしれないね。<laughs> 見たいけどなぁ最近そういうのないよねちょっとまあ,あのテレビとかもさ規制が激しくなってほらあの裸とか出なくなったじゃない。あのねだからそういうのちょっと難しいのかもしれないけどね。うん いや、面白かったよね。ダンプマあの、前度お探ししますんかね、プロレス女子プロが出てきてね、あの、ブル中野さんとかだっけ、ダンプマスさんとかだっけな。あの辺のメンツが、<laughs> まあ、ドタバタで面白かったですよね。ということで、えっ、ー、と、今回は藤井一子さん、取り上げてみました。えー、っと、 まあそんなに長い間いなかったですけどすごく印象に残るアイドルの一人ですよね。はいということで、えー、本日もご視聴の方どうもありがとうございました世界レベルでした。